バトルブレイダーズ、その熱戦の火蓋は切って落とされた。だがそこには禁断のベイ、ライトニングエルドラゴンに秘められた暗黒パワー復活をもくろむダークネビュラの陰謀があった。これは邪悪な野望を打ち砕くべく打倒リュウガンに挑む熱きブレーダーたちの物語である。バトルブレーダーズ2回戦もいよいよ大詰め。これまでに準決勝進出を決めた選手を紹介しよう。まずは立上恭也選手、続いて鋼銀河選手、そして第3試合を制したのは容赦のない攻撃で健太選手を退けた水地玲治選手。果たしてベスト4最後の一人は。スタジアムは俺の空、ベイブレード界の表し大鳥翼選手か。行く手を遮る者には破壊あるのみ、破壊の竜王龍我選手か。注目の一戦はこの後すぐだ。まったく、もうすぐ龍我と翼の一戦が始まるっちゅうのに、一体どこへ行ってしまったんじゃん。お、あ、弁慶。翼は今、中で集中を高めてるみたい。大事な試合の前だ、一人にしておいてやろう。そうじゃな。そろそろ、僕たちも行こう。うん、だけど大丈夫ケンチ、あんなバトルの後なのに。あ、うん、大丈夫だよ。翼が龍我と戦うんだもん、僕も頑張って応援しなきゃ。龍我と…ユウ…ユウはどうする？僕も行くよ。行ってこの目で確かめてみる。確かめる？ダークネビュラで見た龍我が本当の龍我なのかどうか、バトルを見ればわかるでしょ。だってベイは嘘をつかないもんね。ああ、そうだな。さあ行こう、ギンギン、ケンチ、ベンベン。なんじゃいあいつ、深刻な顔しとったと思ったらいきなり。よし、俺たちも行こう。よっしゃ。龍我に勝つためには奴の暗黒天儀を封じるしかない。暗黒天儀、竜王昇降撃。
エルドラゴは暗黒天儀を放つとき、ウィールをアッパーモードにチェンジする。アクイラの背の高いトラックは下から突き上げてくる攻撃を抑え込むには有効だ。得意のカウンタースタンスが決まればエルドラゴを止められるはず。問題は奴のパワーにアクイラが耐えきれるかどうかだが、アクイラならやれる。暗黒天儀さえ封じてしまえば勝機はある。頼んだぞアクイラ。まさか俺がお前を見送ることになるとはな。最強を決める舞台にダークネビラは不要だ。遠慮はいらねえ。てめえが龍河をぶっ潰してこい。今日や、お前。準決勝で待ってると言ったはずだ。お前にはもう少し付き合ってもらうぜ。ああ、そうだったな。待っていろ。俺もすぐそこへ行く。たとえこの命を懸けることになってもな。それがブレーダーってものだからな。まずは大鳥翼選手の登場だ。翼、頑張って。頼むぞい翼。続いて龍河選手登場。私は楽しませてくれますかね。期待してますよ、大鳥翼くん。行くぞ、龍河。貴様一人か。何？火の鳥はどうした？まとめて相手をしてやってもいいんだぞ。黙れ。お前など俺一人で十分だ。前回の借りを返してやる。ネズミがせっかく拾った命を粗末にするか。スタミナ勝負に出るつもりか。逃がすか。
2回転のエルドラゴ、スタジアムを逆走してアクイラの行く手を遮るように踊り出た。危ない、真正面じゃ、来るぞ。させるか。アクイラ、うまくエルドラゴのアタックを避けた。しかしすぐにまた次の攻撃が来るぞ。翼、うまいけど。エルドラゴはスタミナも桁外れよ。あのまま逃げ回っててどうするつもり。翼、竜が。ダークネビラで竜がと戦った時、俺は勝負をかけるタイミングを誤った。エルドラゴのパワーに対抗するため、早々に必殺電撃を仕掛け、自らのパワーを奪われてしまったばかりか。焦るあまり、奴が暗黒天魚を放つ前に切り札のカウンター攻撃を使ってしまった。二度と同じミスはしない。狙いはただ一つ、奴が暗黒天魚を放つ瞬間だ。それまでは逃げて逃げて逃げまくれ。パワーを温存して一撃にかけるんだ。おい、何なんだ。さっきからアクイラは逃げ回ってばかりじゃないか。これはバトルブレイダーズだぞ。真面目に戦え。いや、それでいい。エルドラゴはまともに戦って勝てる相手じゃねえ。周りが何と言おうと惑わされるな。てめえを信じて、とっておきの一発を真っ向からエルドラゴにぶちかましてやるんだ。ふん、なるほどな。小賢しい真似を。おっと、ここでエルドラゴがスタジアムの中央に陣取った。龍河選手も持久戦に持ち込むつもりか。所詮ネズミの考える姑息な手だ。エルドラゴ、いや違う、これはまずい。何か来る。おしまいだ。飛べアクイラ。よし、いいぞ翼。空中戦ならアクイラの方が上だ。さあ、もっと仕掛けてこい龍が。生意気な。ならば望み通り。存分にこいつを味わえ、暗黒天気。今だアクイラ。ピュー小攻撃。アクイラカウンターダンス。なんと、エルドラゴを止めた。すごい。よし。まだだ。負けてたまるか。耐えろアクイラ、耐えるんだ。アタックを止めた程度でこの暗黒天気が破れるか。俺が何のためにパワーを温存していたと思っているんだ。いっけー。
翼が竜王将攻撃を破ったぞ。すげえすげえぜ翼。ルガの暗黒天儀が。行け翼、ここからはお前の時間だ。そうさせてもらうさ、アクイラ。アクイラダイビングクラッシュ。まだだ、ビッケの暗黒天儀を破ったアクイラが大反撃。ここまで圧倒的な強さで勝ち進んできたエルドラゴがこれほど追い詰められたジンは見たことがない。よし、いざ翼を。そこだ、一気に行け。今よ、必殺天儀で決めちゃえ。こいつで決めてやる、必殺天儀アクイラメタルウィング。ついに大鳥翼選手の必殺戦技が炸裂。これは勝負あったか。よっしゃー、もらったぜ。予想以上の大健闘でした。ですが、竜王がこれ式のことでやられるか。エルドラゴはまだ死んでない。これはまだだよ。逃げて翼。何、ここまでだ。この俺とエルドラゴを相手にここまでよく戦った、それは認めてやる。だがそれもこれで終わりだ。どうした、かわせるものならかわしてみろ、受け止められるなら受け止めてみるがいい。アクイラ。くそ、ああなってはアクイラのワイドディフェンスボトムも意味がないわい。アクイラ。俺を少しでも本気にさせたことは褒めてやる。褒美に貴様は特別念入りにその力を奪ってやる。そんな、どうして、どうしてこんなひどいこと。貴様は無謀にも俺に挑んでしまった己の愚かさを地獄で後悔するがいい。楽しめたぜ。
龍が。どうした、まさかおじけづいたわけじゃあるまいな。ふざけんな、貴様だけは絶対ぶっ倒す。その息だ鋼銀河、決勝で待っているぞ。今度こそ貴様とペガシスの息の根を完全に止めてやる。ちっ、ふざけやがって。俺とのバトルは眼中に練ってのか翼。お前のベイ魂見せてもらったぜ。次は俺の番だ。たとえ一瞬でも勝てると希望が見えたその状況から一転、一気に地獄へと叩き落とされる敗者の絶望感はまた格別ですね。おっと、そうそう、忘れるところでした。この格別な絶望感は彼にも味わっていただかないと。裏切り者を放っておくほどダークネビラは甘くありませんよ。準決勝に向け気合十分の銀河。敵は手強いけど銀河なら大丈夫だよね。絶対に勝ってよ銀河。誰もがバトルブレーダーズの戦いに注目する中、獲物を狙うボルフの魔の手が思わぬところへ伸びてきた。大道人、お前まさかまだユウのことを。次回消えたリブラにゴーシュー。